正直、僕、今お話を聞いてて、はい、インドをポートフォリオに入れることが決定したんですけど、決定した、<laughs> 決定した、<laughs> 私のポートフォリオはちょっと異常ですけど、<laughs> インドを入れた方がいいかどうか入れないよりは私は入れた方が個人的にはいいいと思いますねズバり何パーセントぐらい まあ、パーセントは私はインフラ系を結構見るっていうのがセクター別の伸び率セクター別の伸び率ですねへえ高いとこ狙えるんだタタとか彼らはガスとかエネルギーとか消耗品とかリテールとか全部やってるいろんなマーケットにタタの個別株買いたい現地視察という感じでインドロケに行って裏で僕とハゼン君は法人を作っちゃうってことです マネースキルセット資産用視聴者のね、うん、コメントも結構こう溢れるのが割高なんじゃないの、うん、と多分コメント欄はそれでマウント取ってきてるかどうなんですかこれ何をもって、まあ、割高かっていうところだとは思うんですけど、うん、ちょっといろんなデータもありましてねうん、うん、これ史上最高値更新し続けてるっていうこのインドの市場なんですけどうん、うん、ブルームバーグの。 のデータなんかで見るとこう PER 予想株価収益率なんですけどねこれが18.2倍で取引されているのでやっぱりアジアの主要なマーケットの中でも最も割高な指数なんじゃないかっていうことが伝えられてるんですよもちろん伸びてるのはわかるんだけどちょっと加熱しちゃってるんじゃないのかっていう指摘なんですがあの例えば個別会社として見ればそういう割高な目線も あのこういうブルンバークから見てあるとは思うんですね。ただやっぱりじゃあ企業全体とかあの例えばじゃあニフティとかですね。ニフティというのがエミインドのまあ S&P みたいなですね。50ぐらいトップ会社が入っているやつとかあるんですけど、インドという国全体の市場が もうう成熟しちゃったかというといまだまだだなんです、ねうん、だからそのインフラ事業もこれからですし、うん、国もそこに予算かけてるし、うん、でこれから例えばメイキンインディアプロジェクトだったりとか、うん、それから農業だったりとか、うん、いろんなやっぱり分野がこれからインドってすごくやっぱり伸びてくるような。 とところが次々と出てるんですねは<ー>いで例えばなんかあの AI とかデジタルとかそういう分野も全部やっぱり伸びしろが結構あってですね結構情報修正されたりとかですねだからゴールドマン・サックスのレポートとかでもですねインドってまだまだやっぱりその製造だったりインフラだったりここはもう伸びるだろうと例えばファーストティアシティが伸びてもセカンドティアシティも残っているしファーストティアシティって何ですかファーストティアシティというのが例えば日本で言えば東京とか大阪とかがファーストティアで地方のシティですね例えば福岡 福岡と,とか他のシティとかはあるいは小さいあのシティはもうだから私の,その割高の考え方というのが個別銘柄だけとして見るとものによっては割高で見られますただじゃ国全体の成長とか市場とかやっぱりその投資信託とか ETF とかという目線で見るとまだまだやっぱり国の人口もまあ伸びるだろうしだからあのそういう目線でどう見るか多分日本もちょうど1年前は日経が。 3万に行く前にも、二万八千円でも、割高、割高、割高ってずっと言われてきましたけれども。もっと上がるってね。もっと上がるというふう人もい、ね、にも言われてますし。<ー>逆にリスクってなんですか。確かに、それ気になる。リスクは、例えば人って投資するときに、自分の資金の。 全体をもう賭けみたいにあもうインドが伸びるからもう全部インドに賭けるみたいなこれもう消しといた方がいいんですけど例えばカントリーリスクみたいなことだったり何か戦争だったりこういうことってリスクにはもちろんあるんですけどまあ例えばインドパキスタン問題だったりとかですねただやっぱりそのあんまりにも自分の資産を一つの国だけに。 フォーカスすするのもあれですけどただそういう意味での一つのなんか投資リスクというのがあるんですがただ、じゃあ何に投資しているかこれから例えばインフラだったりそういうい製造だったりこういうところだったら多分、マーケットがまだまだ別にすごい成熟したわけでもないよねインドの中でもどこに投資するのかどのセクターに投資するのかというものもあの考えないきゃいけないということですね。 これからインドの人口の成長、うん、それからやっぱりマーケットのこれから伸び,伸びしろですね、うんうん、そういうところを狙ってやるというのが、まあ、割高 18.、18.2%の PR で見れば割高として、企業でも言えば、まあ、大体10%前後が割安と言われるんですけれども、うん、18.2%って見られるというところもあるんですけど,けど、国の成長というのがまだまだやっぱり止まってないというか、オプションマーケットでもインドって世界一のマーケットになりましたので。 なんかこう押せるデータとかってあったりするんですかそういうのを。 そうですねああ、まあ、押せるデータはそうですねああこれがもうあの PR というかですねあの割高か割高じゃないかというところでもインドというのがここでインド株のバリエーションですねああまあ新興国や先進国と比べてもまあ割高だけれどもただ長期的にその平均的なあの水準で考えると私はすごい割高だとはまだ思ってないですねまあ,ある意味、だから他の国と比べてもその適正範囲内であるということですよね。うん、そうですね異常に バブルのようにこう高い状態ではないとその範囲内に入っているって感じですかあと IPO の件数もですねすごいインドって増えてるんです IPO の例えば2019年で67ぐらい IPO がもう2023年でもう 3倍ぐらい増えてるんですよ、ねえー、193ぐらい、えー、288%で IPO の件数が増えてまして<ー> IPO マーケットの中でも一番伸びたのもインドなんですねへだから IPO が増えてるということは、うん、まだまだ成長が続いてるということでもあるんですね 1>, で1月につい最近もですねまたユニコーンが生まれたりとか、うん、ユニコーンというのが、まあ、時価総額1000億の会社ですけれども、はい、どだから、うん インド一択じゃないです。<laughs> <laughs> 一択は。まあ、カントリーリスクがあるけど。でも、ちょっと思ってるのは、そのモディさんが。こう舵を切って、どんどんインフラ整備していこうとか。そこを進めてるのはよく分かったんですけど、逆に言うと、モディさんじゃなくなる可能性もあるじゃないですか。そのもちろん政治なんで。ああまだまだモディ政権って。 すごくやっぱり強強強いいいんんでですすよねねだ、はあ、やっぱりあの国民にすごくやっぱり評価が高く得られていることもありましてで5月のまだ選挙もまだモディ政権が勝つんじゃないかとそういう見方にはもうなってるんですね、はあ、で彼はビジネス業界とか投資業界にも見方はやっぱりいい見方されてましてですね、はあ、ただモディ政権が例えばじゃあ万が一モディ政権じゃないと、はい、そうですよ でなったら一時的には下がる可能性もあるけれどもただ前の政権のコングレスという政権もですね彼らも経済政策とかは割と悪くはなかったのであの優秀ではあったのであの自由化政策とかもその前の政権がやってますのでまあ今のモディ政権もモディ政権じゃないところももしなったとしても 経済の知識とか経済のエキスパートな人たちはその政権の中にはいいるということですね、はい、単純な興味なんですけど、はい、日本ってやっぱり人口も増えないし地方も割と活性化しちゃってるからこう,こういうものって再現できないんですかこうインドのものって。 やっぱりアメリカの例を言うと、はい、アメリカっってて移民政策ししかりしてるんですねアメリカとか、はい、イギリスとか、はい、オーストラリアとか、はい、こういう国ってしっかりしてて、はい、で英語圏の国からドクターだったり、はい、スペシャリストのエンジニアだったり、はいはい、こういう人たちがもうたくさん呼び寄せてるんですね。なるほど だから日本も移民政策で例えば日本語だけにこだわらずにじゃあ、読んでそれから教育させましょうというプログラムが始まればそういう形では結構、日本にも今、労働者でもねベトナムの方とかタイの方とかあと中国とか来られてますので日本ってもともとやっぱり島国的な外国人がちょっと多すぎると。 なんだもん外国人じゃみたいな感じになってしまいますのでまあそういうところでのなんか移民政策でうまくできるようになればけど日本も今例えば留学生とかスペシャリストたちですねエンジニアとか IT 系とかそういう人たちは日本も前向きには動いてはいるのでなんかいまだにちょっとまだ日本の方がやりたがらないことをやっていただいているようなイメージがあってそういうとこじゃないってことですよね。そそうですねだからみんなそこに あんまり可能性というか、まだまだ感じてないのか。だから、みんな国内市場で日本ってある程度やっぱり、これだけの人口で。経済が成り立っているわけですから。いまだに、あの、average、revenue per user。アープというんですけど。そのアープの面でも、ゲーム業界とか、いろんな業界って、日本が。すごくやっぱり。 成長あ<ー>あの平均単価が高いんですね <coughs> だからもう日本国内の経済でビジネスして<ー>みんな満足してしまってるとい,というところも実はあるんですね。うんうんうん、実際に移民が多いねシンガポールとかインドネシアとか<ー>伸びてますもんね。 起業するならですよエンジニアはインド人しか取らないですよ絶大な信頼を置いてますからインドのエンジニアには間違いないですよ全然デビデンスみたいなものが出てこないとりあえずインドみたい直感です逆にそのインドのエンジニア層というかエンジニアの方々って日本に魅力は感じてもらってるんですかどうなんだろう 日本には魅力を感じてますけれども、はい、けど一番最初はやっぱり彼らはアメリカ向きなんですよね<ー>最初ファーストアメリカファーストアメリカなんですよねなぜかというとやっぱりガーファー系とかアメリカの方が給料も高いですしで今円安で日本に来る方が損なんですよね今来ちゃうとドルで稼いだ方が やっぱり収入が高く得らられますのでだから人材の獲得競争になった時日本も負けちゃうってことですよね結局世界中がインドのエンジニアを欲しいわけじゃないですかそうです、ね、いやだからここがね難しいところなんですよね、うん、もうもうそういうレベルなんですよね,ねあでもこれどうなんですか佐ンさん的にそのインドへ投資するのは、うん、それ魅力があるのはよく分かったんですけど、うん、今新 NISA でその全世界、うん、オールカントリーとか S&P500、うん、が 人気なんですよ。はい、それまあ、よりもというか、うん、逆に言うと組み合わせてインドにも投資した方がいいと思われますか？インドのそこの何割合はまあ。ここはちょっとこの私のポートフォリオはちょっと異常ですけど、<laughs> その考え方としてインドを入れた方がいいかどうか。うん あのインドは入入れれないいいいよりは私はは私た方が個人的にはいいと思いますね、えーうん、例えばこれからやっぱり人口伸びる国とかマーケットで考えれば<ぁ>インフラとかでも考えればインドより大きな国ってないんですよね。<ぁ>でそれを例えば15年前に皆さんが中国とかでやったことが中国の15年前みたいな流れでは今あるのでそこであの今インドの投資信託とかですね<ぁ>いろいろと ETF とかもありますのでだから自分のポートフォリオにはあのインドは。 ある程度持たれた方が僕は個人的にはいいと思います。<ー>まああくまでも自己責任のね、あ,<ー>あの自己責任のリスクでやることなんですけれども、<ー>ただ私だったらどうするかというと、私だったらじゃあインドもポール大に入れて持つということですね。ズバリ何パーセントぐらい？はい まあパーセントはパーセントはズバり何パーセントでもった方がいいって言ってもじゃあ今、日本から投資する面白みのあるマーケットって私がどう見ているかというと私はじゃあ日本には住んでるから日本の業績とか企業が見れるからまあその安心感がありますと例えば,あとは例えばじゃあアメリカマーケットもアメリカも選挙があってこれからじゃあトランプさんになるのかバイデン政権また続くのか分からないですけどアメリカはアメリカでやっぱり株市場って引っ張ってきてるマーケットなのでまあそういうマーケットも見ますと。 だから私だったら私は日本とかアメリカとかインドみたいな国を見てこの3つの国を自分のポートフォリオに持っていくというで自分がインドですからインドをやっぱり誰よりも見れるじゃないですか <はい S 2> 分かるじゃないですか, <はい S 2> だからこれからそういうインドポートフォリオを自分だったらまあ増やしてもいいかなとは思います自分が一番最初やっぱり RDCA もしっかりできますしあとやっぱりあのそういうところをしっかり見てねやるという。 ピボットアプリではランニングしながらでも学べるバックグラウンド再生が可能です運動中通勤中家事をしながらでもいつでもどこでも学べます学びながらポイントをゲットできちゃいますよ「ながらで学ぼうピボット」詳細は概要欄のリンクをチェックこのテーマさんの RDCA 具体的にどういう ことかっていうのを伺っても大丈夫。具体的にはリサーチ、do チェック、アクションですね。だから、書きたがるな。リサーチ、do チェック、アクションですね。アクションですね。だから、必ず投資というのが。あの感覚とか。あの、なんか直感でやるんじゃなくて。あの、ちゃんとリサーチして。 ちゃんとドゥして、はい、で再チェックしてでアクションを起こすというのも勉強がすごい大事ですよね、うん、ちゃんと勉強して<ー>だからもう本当にまあ自己責任になってしまいますけれども<ー>けど投資はちゃんと RDCA というのが絶対何よりも大事ということですね。うん 正直僕今お話を聞いててインドをポートフォリオに入れることが決定したんですけど決定した決定した決定しましたねオールカントリーの人が決定したんですけど一体何を買えばいいのかっていうどんな銘柄があってこれだからさっきおっしゃってたじゃないですか日本アメリカインド僕のポートフォリオですよねだから。 そうですね。そうですよね。私の場合は、一回も行ったことないけども、インドに投資して、で、その、何の銘柄を買ったらいいのか、僕も分からなかったんですよ。これ、僕が何を買ってるか、ちょっと書きます。出た。僕がね。全部教えてくれる。んはい。なピクテの。はいはい。アイトラスト。はいはアイトラストインドです。はい。これはもう、積立て投資でもね。い。あの。いけるんですよ。いけます。これだから、積立て枠は、もう、これなんですよ。はみ立て全部インドなんですね。 あと買ったことあるのがあのイーストストプリングこの消費<ー>消費関連、うん、まあこれからその人口も増えていくし、まあ、消費はこれからまだまだね、うん、伸びる方ですからね、はい、だからこの,この2つの投資信託は買ったことがあるというかまあ講話に関しては買い続けてるんですけどこれは八谷さんは勉強せずに買ったんですか はい勉強せずにと言ってもでも真面目な話ここの中の銘柄はちゃんと見てますああなですねそれが大事ですね会社があるので私がちょっと思ってるのはここの中のその組入れ銘柄はまあこれ消費関連なんで消費財が多いんですよ日用品とかこっちがね結構銀行とか多いんですよねそうですねまさにインフラとか まあインドだとあの結構あのトップ10の株価の高い会社の中でもちろんリライアンスとかタタもあるんですけど銀行系の ICIC IC とか HDFC バンクとかですねこういうのってあの民間銀行でですね結構存在してるんですねで彼らもやっぱり業績がやっぱりもう年々とやっぱり伸びてますのでそういう銀行系のものも多分この ITRUST には入ってるんじゃないかなと思いますね。 正直こんなのどうでもいいんですよ。<laughs> そのサチンさんのおすすめを聞きたいんです。誰も俺の俺の不倫銘柄は興味ないです。ね、ごめんなさい。やっぱりインドだと代表的なのはやっぱり BSE あ,<ー>あのボンベーストオッケイシェンジですね。BSE センセックスの指数だったりとか、<ー> BSE500 のあの指数まあアメリカの S&P500 みたいなんですね。<ー>でそれからニフティ50指数ですね。 こういうのがありますた。例えばこれがも聞いたことない。はい。まあけどこれがあの中身によっては例えばそういう銀行系とかいろんなことでそのニフティ系が入っているとかそういうことが入っていると思いますね。日経平均みたいな。そうそうそう。日経平均みたいなまああの指数で本場証券取引所でですね。ボンベース東証新種ということがあるのでまあそこで500銘柄ぐらいがそこに S&P500 みたいになってインドの S&P500 だと思ってもらえればということですね。BSE500 数というのが S&B500 名、まさに500名でから、ニフティ五50指数というのは50社、50名柄の、柄の大手の50名柄の株価が、そこで時価総額が比較的にもう、すごくやっぱり伸びてる会社ですね、それがそのニフティ五50の中で選ばれてるということですね。ただちょっとなすで、大手50名、アメリカでいったら100社ぐらいに限定するみたいな感覚ということですね。 アクティビ銘柄の中でもやっぱりこういう例えば銀行系の例えば HSBC だったりとか ICIC だったりとかインフラ系だったりとかですねまあこういうのが入ってますあとはそのビッティアイトラストだったりとか野村インド株式投資とかですねこういうのはあるんですけどイーストスプリングはつあっおきいときど入ってるじゃん2つ入ってるこれで OK ですかじゃあ まあ OK、は推奨はできないんですけど <laughs> あのそあはあくまでも自己責任なんですけどただやっぱりあの私だったら私はこういう分かったところだったらあの勝ってもいいなとはは自分でえアクティブじゃないですかこれって、うん、まあ多くの人は逆に言うともう少し広くインドのまあインデックスでインドを買い続けたいとこう経済全体に投資しようみたいな人はどういうものを 買えばいいんですかこの先ほどおっしゃってたような BSE ・センセック指数に連動したインデックスの BSE、ね・そうです B センセック e に連動したやつとかあと BSE500 とかも全体的でやっぱり目柄が多いので500目柄なのでそのダイバーシフィケーションとか考えてる人たちは私だったら私はそういうところにちょっと投資するという感じになると思いますねで新審サでもやっぱり最近投資信託とか ETF とかはやっぱり変えるようには。 なってきてきますので、はい、だからまあ住み立ても先のアイトラストとかでも住み立てやってますし、はい、まあいろんなそういうねまあ,あの証券会社で口座開いてれば、はい、多分そういうところもできると思いますね。僕は結構そのリターンを狙っているんでそのリスクを背負ってアクティブなんですけどインデックスとアクティブの差はインドにおいてはどのぐらい出ると思われますか さまざまなんですけどそのセンスエクス指数とかニフティとかですね T&D インド中小型とかもあるんですけどまあ中小型はこれから成長なので上がる時は上がってると思うんですけど下がってる時は下がってしまうというところもあるのでまあ日本のグロス市場みたいにあの見ていただけると大体そういう感じなんですけどだからまあ中型とか中小系だったらまあエマージングマーケットなのでエマージングマーケットは。 上がるのも早いんですけど下がるときはやっぱり下がったりしますのであまあだからもう本当にそのインデックスみたいにシンプルでいく中ではもちろんインドってパフォーマンス出るものとかもあるんですけれども、うん、けどそこはやっぱりしっかりこう見てね。 あのやるというのがすごい大事ですねいろいろと出てるんですけどだからインフラ系は私は個人的には見ておいた方が私はいいかなとは個人的には思いますねしかも長期保有した方がいいですよねそれで言うとインフラが整ってくるのっインフラすインフラだったら私は長期保有でもあの構わないなとは思いますね<ー>個人的には まあ最近いろんな会社がやってますの野村さんもやってますしダイワもあのダイ,ワダイナミックとかいろんなのファンドがもうできてますので,、はいうん、で結構規模ででお金は集まってるんですよねこういう HSBC とかのファンドも割と結構、うん、あの900億ぐらいとかですねファンド集まったりとか。だから あの初,心あの初心者でも、うん、まあこれから例えばやる場合には、まあ、どういうものが中に入ってるかうん、うん、例えば自分がその見たファンドの中で例えばさっき八千さんが言ったように銀行系とか消費系とかですね、うん、そういうのをちゃんと見て。 選べばいいかなと思いますけど個人的には私だったらどうするかというと私は自分の体験で言えば私はインフラ系を結構見るというのがあのやりますねもちろん銀行系とかあと消費系も私は見ますねあの消費はやっぱりこれから中間層が人口が伸びるということがデータで出てますのでこの辺は結構私は個人的にはまあ見てウォッチはしたりしますねいいっすねあれどうなんですか IT とかは IT もいいと思いますよ<ー> IT もいいいと思いますけど IT の流れって割とこの10年間でまあ IT も伸びてるんですけど IT は割と結構広がったんですよねこの20年でずっと。けどインフラはインド国内でこれから伸びるのでインフラの方がまだまだ伸び率がまた違うので確実性が高いですね。 だからインフラはやらなければいけないという国としてもいろんな予算とかプロジェクトとか,か、はい、新幹線プロジェクトをやらなきゃいけないとか、はい、あの鉄道プロジェクトだったりとか橋,橋とか、はい、高速道路とか、はいはい、いろんなそういうプロジェクトがどんどんん増えてきてきるので僕みたいなこう日本人のインド株初級者は、まあ、インフラ系消費者関連銀行系とかをチェックする。 そうですね、まあ、だからその GDP で考えれば GDP も大体もう8.9%とかですね8%前後で伸びてきてますけれども、うん、その中でも例えば農業セクターが1.8%それからやっぱりマイニングセクターもですわ、ね、割と結構まあ伸びしろがまあ見えてですねで製造系もやっぱり6.5%伸びてましてそれから建設セクターもですね10.7%ぐらい。 もう伸びてきてきるんですね年々と<ー>であとインダストリーセクターもですね7.9%であああの伸びてて割と結構情報修正してるセクターが多い中で,いで、ね、あとサービスセクターも7.7%で<ー>今コロナ明けてですねサービスセクターとかも割とすごい伸びてきましたしあ,あ,あと消費がですね消費ああの,の,の方も結構やっぱり伸びてきてるので、うん、まあこういうところをしっかり見ていくというのが あの私はその中でもだいたいまあ製造とか建設系とかインダストリーとかですねうん、うん、あのこういうところをしっかり私がまああと消費ですよねうん、うん、こういうところ見たいなとは思ってますね。サチさん。はい、うん。これなんですか。<laughs> 政府が予測している2024年に伸びるその GDP に一番影響を与えるセクターがどこかということですね。セクター別の伸び率。セクター別の伸び率ですね<ー>。<はい S 1> じゃあ高いところ狙えばいいんだ。そうです。 あの高いところってやっぱりこのマニュファクトリングとかコンストラクションとかコンストラクションがやっぱりインフラと,インフラとつながっていくので建設が。この辺はだから10%台ですもんね。これどうやって だからどうどうやってこう日本にいながらインドの情報って得るのがいいんですかね。えー、もちろんなんか自分が例えば証券会社で口座とか作った場合にあのもちろんそちらの方でもレポートが出たりするんですね。うん、はい。そういうレポートも見てたり、はい、あとは例えば英語で情報調べられたら英語でも例えば情報調べるとかな。なんて言ったらいいんですかその <laughs> インイン <laughs> ストックみたいなことですか。インあのインディアインディアインディアとかストックとかインディアで例えばグロース グローストックとかグローイングセクターとかグローイングセクターとかでクリックすると結構出てくる,とううるとこういうデータがそうですね,すいですねだからグロースセクターパーセンテージとかみたいなの入れるとそれでも見れますし、まあ、そういうところとかあとはもうですね、はいはい、日本にいるとなかなかその情報入ってこないじゃないですかニュースでの情報しか入ってこないからでレポートもまあ、ね、結構ネット証券だったりするんでね対面じゃなくて自分で結構 結構能動的にに取りに行かないと、うん、そうですね、まあ、あとは私の投資アカデミーに勉強に来てもらえればそ,あまあそれが一番いいかと思いますけど <laughs> か上手ですね入れ込むのが <laughs> そこだったらもっと言い切れたりするのかなす、ね、確かに確かに言えるところもね <laughs> インドに行こううと思うんですけど、はあはい、やっとですねやはり今日のお話伺ってもこれインドロケはしないといけないなと思ってるんですけども <laughs> 確か<に>インドのどこに行けばいいんですかそのデリーとかネイいーとか僕ちょっとごめんなさい<ー>あんまり地理的に <laughs> 地理的に分かってないんですけど <laughs> す。 いや、分からなくないですかインドのさっき言ってたその、ティアワンティアワンシティですねそう、だから要は優先順位で大都市みたいなことですよねだからデリーとかムンバイとかバンガロールとかデリーデリームンバイムンバイあとバンガロールバンガロールこれはティアワンですかティアワンですねあとはチェンナイとかですねチェンナイチェンナイここら辺はすごくだから経済成長してる都市ってことですねそうですねあとコルカッターですねコルカッター まあこちらが結構割とインドでも大都市の,あの中ですけれどもけど私がよく行かれるところはまあデリームンバイというのが多くてあと IT 系とか R&D のセンターとかは割とバンガロールがあここ結構 IT 系なんですかそうですねへえ結構ガーファー系の企業の R&D センターとかはバンガロールにありましてですねインドのシリコンバレーみたいなそうですねインドのシリコンバレーみたいなところというのがまあバンガロールまあだからデリーとかムンバイとかまず。 行くというのがすごくいいと思います、ね。ここも大都市圏ですね。基本的には首都機能が。ね、あの集約されているのがです。だからインドのタタみたいな、あの、はい、コングロマレットタ,タが。ヘッドオフィス、あの本社が、本社機能もといるのはムンバイで。はい、リライアンスもムンバイで。で、あとデリーは、デリーで例えば鈴木だったりとか。はい、あの政府が中央政府がいたりとかですね。だからデリーとムンバイで割と結構。うん うん、動いてたりするのが多いですね。わかりました。じゃ、あデリーとムンバイのロケだな。<laughs> こうなってくると。<laughs> でも、これ、僕らみたいな、こう素人がその視察に行くときにこう、ただもう歩いてても、しょうがないわけじゃないですか。どういうところ見ればいいとかあるんですか。<laughs> まあ。 あの最初見ていきなり投資というよりもあの楽しむことも大事なのでまずデリ行ってデリーから田始まるのあるアグラとかですねそういうところ見に行くとかあと世界遺産とかもインドって多いのでだから観光でも行くとあとホテルとかも割と綺麗なホテルありますのでまあ食事もすごく美味しいですしあとやっぱり国行っていろんなマーケットの動きとかもちゃんと見れるんでやっぱり行くたびにやっぱり活気は感じるので。 逆にこうインドに進出している日本企業でこっから伸びるんだろうなっていう感じるところもありますもちろん昔出た鈴木さんは伸びてきましたしあとユニちゃんもすごい伸びてますしあとインフラ系とか建設系建設系ってやっぱり割と結構みんなインド行ってもインドの建設系の会社と上手にうまくまだまだいけてないので、はい、そこで建設系の会社も うまくやり取り取がしてできたらまあ車業界みたいにマーケット的には面白いことがあるのでだから建設系ではまだまだ皆さんは。 そんなに積極的には行ってないというかまだまだトラブルだけを経験してうまくいくいかないというのがあるのでけどユニクロみたいな会社は3年で黒字ですからねインドでインドでリテイ,イ,インドでファーストリテイリングそうですから他の国では彼らは5年6年もかかってますけれども,あのもうユニクロはもうあの3年で黒字ですからあとテレビも例えばソニーとかこういう会社は信頼性が高いですねだからブブラランンドドとしても一番高い信頼ブランドを 旅行を持っているのがソニーですねやっぱりソソニニーーなんです、ねはい、ソニーですすねね結構 LG とかね、うん、まあ中国のブランドとかもいいだから中間層とか中間層以下のマーケットは結構 LG サムスンもドーンと広がってるんですけど、はい、けどやっぱりちょっとアッパー層とか、はい、やっぱりクオリティー分かる人たちにはソニーブランドがすごい浸透してますね、はい、るあ,あと日本の車もそうです、えー、壊れないという意味で、はい、日本の車は壊れないという意味で48%のマーケットシェアを持っているのが鈴木ですね、えー、そんなに モーターバイクでシェア持っているのがあの昔ホンダとヒーローで合弁会社作ったヒーローホンダというのがあったんですけどああそのヒーローとホンダで一番シェア持ってます、えー、彼らだけでも40シェア持っへ、ねはい、なんか自動車産業とか電化製品ってもうしんどいみたいによく言ってるじゃないですか、はいうん、これ聞くとなんかそんなそ未来が不安でもないような気がするしんどいですけど、はい、そのマーケットに合わせたローカライゼーションしてる、うんうんうん 会社は伸びてるんですねただパナソニックとか日本の企業でも例えばユニチャームとかも現地にまたローカライズした形ではい、はい、現地で製造拠点を,を持ってやっている場合にはうまくいってますけど日本から輸出すると物が高くなってしまいますのではあ、はあ、だそういうものはちょっと苦労しますけれども、はあ、だから現地でのローカライズがすごい大事に。 なってはきます<ー>、はい、EV とかも今インドってすごくそういう意味で力を入れてるじゃないですか、うん、そうですすかそうね<の>やっぱりインドって PM2.5 というのがすごいやっぱり問題になってまして、はい、この間もインド11月行った時にやっぱりすごいあの場所によってはもう煙みたいなあったんですけどやっぱりその PM2.5 という解決策としてもやっぱりインド政府も2035年とか30年以降はもう全部完全に EV 化しようみたいなうん、うん、だからもう EV 化しようということでそこでやっぱりテスラとか可能性が あるだろうというところがまあ出てきますよねだから来月インド行くんですけどホテルに車手配したんですね、はい、中国の BYD なんですね<ー>だから BYD みたいな電気自動車ももうインドには入ってきてるんですね、はい、逆にインド発の EV メーカーカみたたいなのは出てきたりすするんですかああのインドでもタタとかマヒ、はいまあ、ンドラとかですね、はい、こういう会社は今頑張ってるんですけど、はい、レンジローバーとかジャガーとか、はい、これが親会社はタタなんですね、はい、インドの、はい、タタがもう M&A して親会社になってるんですけどだからまあインドもあのインド現地の会社が EV でこれからもうどんどん出てくるんですけどけどやっぱりまだまだ EV マーケットがこれからなので。うん、インドで一番 まあ有名な企業っていうかこう世界を席巻するような会社っていうのは分野的には今後どういう会社が出てくると思われますかまあインドではコングロマレット的なそのまあ日本で言えば三菱とかみたいな会社で言えばリライアンスとか。 タタとか彼らはガスとかエネルギーとか消耗品とかリテールとか全部やってるいろんなマーケットに例えモバイルプロバイダーとしても入ってますし、あのそういうあとタタはタタコンサルタシーもなんというかアクセントアみたいなことをやってたりとか、それからやっぱりいろんな車系もやってたりとか、もうコングロマレットですよね。タタの個別株買いたい買いたいなまだ買えないインドで口座開きにしますインドロケの時にそうかそれはできないんです。 でできるんすか今は外国人はできないんですけれどもけどこれからそういうところも例えば海外に住んでるとか向こうにいるとか会社を作ったとか何かの形だったらまた法人的に買われるんですけど会社けど個人でじゃあ行って作るみたいなことでできないすよね一強までは言わないですけどかなりそういう意味ではインドの中心的な存在なんですね。そうですタタととかかリライアンス 中心的なな会社にはってだから彼らの投資が雇用もそうですし投資も彼らがすごい増えてますねありとあらゆる産業にだ東京タワーの近くにもともと東芝のビルだった一棟のビルが今タタコンサルタンシーの自社ビルになってますねあの港区でそうなんですか東京都の東京タワーの近くに白いビルがあるんですけど あのそこがちゃんと書いてますターターコンサルターシーサービスで、じゃ日本進出してるってことですね。あもう日本進出だいぶ前からしてます知らなくないですか。知らないですよね。だからこういう情報ってあんまり来ないんですよね。来ないですね。やっぱり勉強しないとダメだわそういう意味では。なんか確かにサチンさんがそのまだ日本にからこう進出してないインドに進出してない可能性ありそうな企業って。 なんかあったりしま,すまあ企業というか分野的には私はすごい可能性あるのがやっぱり新幹線という技術はすごいじゃないですかで安倍総理は昔やっぱり新幹線プロジェクトをすごいやっぱり営業したんですよねそれでまあモディ首相の仲間が良かったんでまあ新幹線プロジェクトというのが今あの進行してるんですけど新幹線みたいな技術とかで例えばじゃ PM2.5 とかある中でその環境の技術とかクリーンエネルギーとかですね そういう系の技術は日本ってやっぱりすごいきめ細やかにそういう技術を細かく考えるじゃないですかゴミ処理とかいろんなこととかそういうインフラプロジェクトも例えば日本の建物ってどんな強い地震が来ててもやっぱり簡単にはビルがねあの崩れないじゃないですかだからインドのデブラッパーとかビルのオーナーとかが来るとあ日本のビルとかよくうまくできてるなっていうのがすごいやっぱりだからインフラ事業だからこそ日本のインフラ関連の企業とか建設系とかはどんどんインド行って。 進出した方がいいですしあとマーケットがでかいからサービス産業でも何でも日本がもう成熟しちゃってしまいましたと、はいはい、じゃあもう今度インド行ってインドのマーケット狙おうという意味でもインドは面白いと思います俺インドに家買おうかな <laughs> え今度不動産、はい、マジで <laughs> インド不動産今度聞いていいですか、ね <laughs> インドも不動産直接は<ー>あの個人ではまだ日本人は買えないんですけど、はい、ただ会社を作って法人としてあるいはパートナーシップではですね買えることができるんですけどもだから法人作って法人から買うというのがまだありなんですね。いいででですすね、はい、けどインドであの不動産もそうですし あのどんどんそこも緩和されるだろうなとは思ってますけど<ー>例えば今の国がグジラートというモディ首シのところでグジラートでギフトシティというのが作って、うん、でそこで海外,海外の外国人だけが投資できるようなプロジェクトとかを今作っててましてですねちょっとドバイみたいな感じですかドバイみたいな感じとあとなんかそのやっぱり遊具を与えようというそこで、まあ、タクスの税金免除とかですね<ー>あの10年間の税金免除とかそういうことも今考えてるわけで。 いいこと聞いたチャンスチャンスですね絶対インドで <laughs> 会社,会社作って帰ってそれはここで言えないまた個別に面白いですね<ー>だからもうすぐに何か情報聞いて一攫千金みたいなこととかバクチ的なことはあのやらずに周りから何か儲け話聞いてそういうふうに動くんじゃなくてちゃんと自分で理解して自分が分かった分野でまず投資するということが投資の中で最も大事じゃないかなというのは教育の中で私は大事だと思うんですけど。ね だからその現地視察という感じでインドロケに行って裏で僕とハゼム君は法人を作っていきます。一緒に共同出資の A ちゃんと R っていう今度フィピボットインドツアー一緒に作りましょうか。インドロケちょっとぜひ体験してください。やりましょうやりましょう貴重なお話どうもありがとうございました。 ピボットアプリでは朝の支度をしながらでも学べるバックグラウンド再生が可能です通勤中や家事をしながらいつでもどこでも学べますさらに学びながら様々な特典と交換できるピボットマイルが貯まりますながらで学ぼうピボット詳細は概要欄のリンクをチェック